んにちは、アートの定理、アキナです。はい、今日はじゃん、こちらの小さなお財布、手のひらに乗っちゃうぐらいの小さなお財布をレビューしたいと思います。はい、こちらの小さなお財布ですけれども、メーカーさんがじゃん、クアトロガッツさんっていうところの小財布っていう商品です。小さい財布の中でもさらにこういろいろ種類があって、私が買ったのはペケーニョっていうサイズかな、多分一番小さいやつだと思うんですけど、手のひらに乗っちゃいます。で、早速これをレビューしていきたいんですけど、なんでまずこれを買ったのかっていうと、今ね使ってるお財布がじゃん、これ以外にもあるんですけど一番小さいのがこれですね。で、こちらは無印のカードケースなんですけども、これぐらい小さいのがいい。その理由は、私は美術ブロガーなので美術館にすごくよく行くんですけども、美術館って荷物をこうコインロッカーに預けて展示室をの中に入るのが見やすいじゃないですか。なんですけど、ミュージアムショップで例えば、こういうお土産を買おうとするとお財布がないと買えないわけですよね。でも、ミュージアムショップってコインロッカーのところに戻ってからまた戻れる、その再入場ができるケースもあるんですけど、できないケースもあるんですよ。あ、そう、これもね、これね、ルノワールっていうので買ったやつ、こういうのもお財布がないと買えない。だから荷物はコインロッカーに預けるんだけれども、お財布は持っておきたいってことで、ちっちゃいお財布、ポケットにも入ってるし、ポケットがなくても、最悪手で持ってればいいかなみたいな、それぐらいのサイズの手のひらサイズのお財布がいいなということで、この無印のこれカードケースなんですよ。本当はカードケースを無理やりお財布として使っていたので、こう小銭が、ね、入るのは別にいいんですよ。すごく助かるんですけど、こうお札を入れようとすると三つ折りにしなきゃ入らないっていう現象が起こりまして、これ不便だなと。カードケースをね、無理やりお財布として使ってるかもしょうがないんですけど、そういうことがあって、ちょっと新しいやつ、じゃん、こちらクアトロガッツさんのお財布にしてみました。こちら、じゃあ早速開いてみたいと思います。でん、じゃん、はい、あ、なんか入ってるよ。で、カード入ってますね。ここカードが、入るポケットが2つあります。はい、これ置いとこう。はい、でお札はここに入ります。ここなんで、広げたままこう入るので、お札は折り曲げなくても三つ折りにしなくてもうすっと入れることができます。ここがね、すごくいいと思いました。で、折らなくても入るのって良くないですか。これ三つ折りにしなきゃ入んだね。これでこの三つ折りの悩みは解消されるなというところであります。で、これ、あと、じゃあ小銭どこに入れるのってちょっと不思議かもしれないんですけど、小銭はなんとね、ここに入るっぽいんですよ。ここね、ここすごくない？ここ不思議なポケット的な、ポケットじゃないよね、なんか不思議なポケットがあります。はい、じゃあ早速お金をこっちから詰め替えていきたいと思います。はい、じゃん、まずお金、お札から入れていきます。1万円と5000円と1000円とあるんですけど、お札って2000冊もあるんですけど、基本この3つが多いじゃないですか。サイズ違うの知ってます？これ今ずらそうかな、ずらした方が見やすいかな。こんな感じで出して、左側をピッと揃えました。で、長さを見てみると、横の長さを比べてみると実はちょっと違うっていうね。1000円が一番小さくて、5000円が真ん中で、1万円が一番大きいっていうね、サイズの違いは存在します。で、このじゃあこの小さい小財布にも1万円のサイズは余裕で入るのかっていうことがポイントになってくるわけです。じゃあまとめて入れてみましょう。こちらですね、ここに財布のここにお財布、あ、お札を入れます。お札とお財布を言い間違えやすいんですよね。あ、お、これは綺麗にスッと入りましたね。全然余裕で1万円入ってます。1000円、5000円、1万円と余裕で入っております。あ、これは素晴らしいですね。きっちり収納できました。
ここをまずクイッと折って始めてみます。で、好きな方、これね、なんか2段階で切るなっていうから分厚くなっても大丈夫になりますんで、はい、これで閉じられる。なるほどね、なるほどね、これはスムーズでいいね。だって三つ折りにしなくていいんだよ。うん、これは楽ちんですね。差し入れもしやすいです、とても。はい、じゃあ次カード入れていこうかな。はい、カードはね、本当はクレジットカードとかあるんですけど、そういうのだと個人情報がバレちゃうんで、表に特に個人情報のないカードだけを集めました。せっかくだから紹介しますね。これは三菱一号館美術家の年パスです。これ一人用のやつですね。二人用のやつもあって、ちょっとデザインが違うっぽいですね。これは東博でしょ、東京国立博物館のパス。これは東京都現代美術館のパスで、年パスで、多分もう販売終わってるのかな、今年分、2019年度分の販売はもう終わってると思います。で、次が森美術館の年間パスポートですね。これはいつでも入れます。また、タリーズ、よく行くタリーズ。ということで、この今5枚あるんで、とりあえず5枚入れてみようかなと思います。ちょっと薄いやつから入れた方がいいかな。薄いやつとしては、東博がちょっと定本カード的な厚さ、と原理もそんなに厚くないですね。じゃあこの2つから入れてみたいと思います。じゃあ東博からいきますか。ここ全然すんなり、お、すんなり入りました、入りました。次、じゃあ逆原理の年パスを入れてみます。これも全然大丈夫ですね。ちょうどぴったりサイズぐらいの感じで入ってきます。じゃあ次、三菱入れてみましょうか。こんな感じかな。ちょっと動画撮りながらだとまついちゃってるけど、ちゃんと入ってますね。で、森美術館の年パスも入れるかな。いけますね。これね、2枚ずつは多分余裕でいけるね。今2枚2枚入ってる状態なんですけど、全然大丈夫です。なんで4枚は確実に入ります。ちょっとね、もうすでにきついっていうか、なんかちょっと新しい革だからまだね、硬いっぽくってね、もう1個入れない方がいいかもしれないけど、どうだろう。多分入るけど、全然入るんだけど、ちょっとね、革がもうちょっと柔らかくなってきてから入れた方がいいかもしれないってことで、とりあえず、じゃあ最初は4枚にしとこうかな。多分これ広がってくるので、もう1枚ずつ多分入って、6枚 ?3、3 で6枚いけるとは思います。はい、じゃあカードおしまい。カードは4枚は入る。OK。というわけで、じゃあ次小銭入れていきましょうかね。小銭はね、ここに入るんだよ。ここに入るらしいよ。ちょっとここ閉じとこうかな。ここ多分閉じた方が入れやすい。あ、閉じられない。はい、閉じられた。でもここに、じゃあ小銭を入れていきます。はい、小銭もたまたま各種揃ってました。500円とか大きいやつもあるし、100円、よく使う100円もあるし、10円とか、50円とか、5円、1円も揃ってます。じゃあこれを、この各種効果を、この、小財布に入れてみたいと思います。ここだからね、持ってるの、ここ、これいいのかな。あ、お、これでいいっぽい。これで閉じられるのか。これで閉じてみます。あ、大丈夫そうですね。お、あ、お、カシャカシャ小銭の音はするけど、落ちる気配は全くないですね。 OK。え、これすごくない？だってこの薄さだよ。この薄さだよ。こんな、いいよ。え、いいね、いいね。え？ここに小銭が入ったんですけど、ここね、奥に入ってるんですけど、取り出すときは、ここの皮の、これがね、壁みたいになってくれるから、こう、なんかスライドしても落ちるんだって。落ちないんだって。すごくない？あ、本当にこのポケットみたいなところに入ってますよ、ここに。だから、美術館のコインロッカーのところで、コインロッカーって100円入れて鍵かけるじゃないですか。だから、あ、100円って思ったら、あ、この根性だからね。この状態で、あ、100円って思ったら、スーってやって、あ、あった。っていう感
感じで使うことができるじゃないですか。え、これ実は超優れものなんじゃない？ね、このスマートさでそれだけの機能があるってすごいよね。これ逆にあれじゃない、あの小銭を仮にじゃあいいとして、そして出すときとかこれ落ちないのかね、小銭。あ、でも落ちる気配ないね。割と大丈夫っぽい。多分真っ逆さまとかにしなければ大丈夫そうだね。はい、ちょくしゃみ出そうだったけど、うんはい、大丈夫そうですね。はい、今回はクアトロガッツさんにヤフーショッピングから通販させていただきました。なんかね、こんな感じの可愛らしい封筒でこの中に商品が入って届いたんですけど、この封筒がもう可愛らしいですよね。これ分かります？すごいいっぱい柄が、種類があるんですよ。ここにプリントされてるだけじゃなくって、もっといろいろあるんですね。例えば私のこちらの、じゃん、この今回買ったボーダーのやつも多分この中にはないんだよね。うん、だからこれ以外にもいっぱいあるんですよ。で、私なんでこれにしたかっていうと、これね、柄の名前がピカソ青の時代っていう名前なんですよ。めっちゃ美術ブロガーにぴったりじゃないですかね。なんかピカソってその、まあ、いろんな絵描いてるんですけど、実はこういう青を基調とした絵もすごくたくさん描いていて、まあ、そのオマージュの色使いなんですよね、このお財布で。なんでボーダーなのかっていうと、ピカソってボーダーの服をよく着ていて、彼のトレードマーク的な感じなんですよね。なんでもこれはピカソです、ピカソ。うん、色は認めないでね。これ色違いで赤もあるの。赤と白のボーダーもあって、それはピカソバラの時代っていう名前がついてます。あとね、この中にはないと思うんだけど、あとね、あの鳥獣人物戯画の柄のやつもありました。この革全体にウサギとかカエルがいるやつ、あれも可愛くてすごい迷いました。あとね、あとあのスペインのサルバドールダリとかも、あの時計のモチーフあるじゃないですか、あのグニャグニャしたあれが、この、プリントなのか染めなのか分かんないけど、うん、革に書いてあるっていう柄のデザインもありました。なので、あのね、もうこれ本当どれもセンスよくて素敵なんですけど、こう美術好きさんにもこうグッとくるデザインっていうのが多いと思うんで、小財布のクアトロガッツさんいいんじゃないですか、これはね。はい、というわけで、じゃん、こちらの小財布、クアトロガッツさんの小財布、私が買ったのはピカソ青の時代ってやつですけれども、こちら本当に手のひらに乗っちゃうぐらいのサイズなので、ポケットとかに入れて身軽にお出かけすることもできるし、あの美術館で荷物は基本的にはコインロッカーに預けるけど、お財布だけは持ってたいって人にもおすすめのお財布ですね。いくらだっけな、1万円ちょっとぐらいで買えるので、本革なんですよ。開封した瞬間に、包装開封した瞬間にこう新しい革の匂いがふわっときて良かったですね。あの本革らしい仕様になっていて、めっちゃおすすめのお財布です。これから私も愛用していくので、美術好きさんに本当おすすめなんで、皆さんいかがでしょうか。というわけで、お財布の紹介でした。アートの定理、アキナでした。バイバイ。チャンネル登録と高評価をお願いします。